あの梅村ファイナル、梅村ファイナル2日間すごく長い大会だったんですけれども、残すところあと1試合になっちゃったんですけれどもね、あのこれ梅村にとってスマブラ 4WiiU 最後の一戦でもあるので、長い長いスマブラ4最後の一戦ということで行きましょうか。梅村最終決戦です。対戦プレイヤーをお呼びしましょう。敗者側から連戦です、チョコ選手。そして勝者側からエイム選手。試合前の一言いただきます。もう一回頑張ります。そうだね、最後にふさわしい試合絶対できないけど頑張ります。ありがとうございます。最後の実況お願いします。はい、はい、長かった梅村ファイナル。そうですね、最後の2人が出揃いました。エイム、そしてチョコ。まあこの2人、ニエトンさん、やっぱり思い入れあるでしょうね。僕はありますけど、はい、よろしいですかね、2人とも。もう心の準備はいいですか、はい、会場の皆さんも最後の試合見届ける準備できてますか。 OK、じゃあ行きますか。よろしい、梅村ファイナルグランドファイナル、チョコバーサスエイム、始めて参りましょう。ステージ、まあ選ぶもてもないんですね。スマ村です。はい、スマ村です。ご挨拶、はい、スマブラ 4WiiU 最後の締めくくりの対決。いやー、このゲームの結論を見せてくれ。空中前スカスニュートル。さあ、先ほど結構立ち回りボカスカやられてたので、はい、チョコゼロさんがどう修正していくのかが結構見ものですね。まあ嵐の何か要素を変えてくる、そんな感じなんですかね。そうだと思います。植木を対空、うまい。さあ植木を、やはりこの、はい、強攻撃の、まあ性能が高いっていうのもあるんですけど、使いどころ絶対にミスりませんね。そうですね、半角がマジマいですよね、強攻撃の、はい、しかもシフトとかも平気でしてきますからね。そうですね、ニュートラルから修正じゃないんですよね。え、あ、修正スマッシュなので彼は、はいはい、ニュートラル当たらず、いいよ故郷、美味しい状況。さあ先ほどよりは試合展開は遅いですが、あっと、裏、やはり先制していくのは AMC 君、はいはいはい、今のは完全に予期してなかったパターンですか。そうですね、予期していなくて当たっちゃったパターンですね、はいはい、びっくり超魚ですね。びっくり超魚ね、はい、当たらない、距離を取る、歩いてくる。怖い。針を貯めて差し込んできた、なたなた超魚、コンボ火力が高いですね、飼育やはり。外に出していく、ここの状況をキープできるかどうかが、エイム、このまま試合を崖も強い終わらせられるかどうかの、いや、え、横で撃墜する。強すぎる、あまりにも。うまい、60% だったですよ、食らって90いってないぐらいですよね。ムラの悪さが出ましたね、はい、掴み強気な、まだ大丈夫でしょうが、これは当たったらやばいぞ、怖すぎる、当たってしまう、これはやばいのでは、きつい、完璧だ。この男、数々の飼育を天に召されているので、慣れたものですよね、飼育を天に召させるのは。まあ初手チョコ、しかし立ち回りはやはりエイムシークキレがあります、今日のエイムシーク、はいはいはい、今のはチョコがうまかった、う
普段みたいな何かちょっとした甘さみたいなのは抜けていると。そうですね、 MC 区からは今日の MC が一味も二味も違うので、じゃあ宮地ぐらい違うかもしれないですね。そうです。ただチョコゼロさんもこれ敗者側で結構戦ってきてからし、あのどんどん仕上がりが温まってくるともうやばいことになります。序盤の立ち上がりは落ち着いたもの。そうですね、先ほどから勝者側と比べてゲームスピードが結構お互い、はいはい、なんだろう、スローになったというか。あ、なるほどね、丁寧になってますね。まあそれはやっぱりグランドファイナルっていうもう後がない、うん、それもありますし、単純に多分立ち回りを変えてきてるんじゃないですか、はいはい、お互いが崖ニュートラル当たらず、ダッシュ、あっとちょっとめくり確認難しかった。ダッシュへの持続当てって、はい、やっぱりその後に難しいところですか。ちょっとむずいですね。崖さあ抜けてるからのジャンプ掴んで素晴らしいですね。崖上がれるか。さあやはり MC 区崖が上手すぎる。う踏んでゼロさ、あ、なんか見えたぞ。なんか見えましたね。あーっと、うまい、しっかりとワンチャン避けてからの、はい、ちゃんと空へ外目くんしてたの偉かったですね。はいはいはい。さあジャカバリ読んでいる空前、よっと横身暴発。さあ風があるぞ。今なんか横身の風が、あ、そういうことですね。ちょっと外にかなり今ずれましたよ。内に持ってきましたゼロサムを。何をしたのかなとからの飛びで避けるが、チョコとしてはさっさと撃墜したい。はい、なんだチョコがガード相手に隣で棒立ちする。はい、しっかり暴れ通してプレッシャーをかけていきます。着地空中ニュートラルではない、空中しろからの回避、ステップステップ。さあやはり終点はちょっと立ち回り的に、はいはい、お、反転してる。針が機能しますね、だいぶですね。かなりやりづらそうに見えますね、はい、さあ今日横シフト、さすがです。しっかりしゃがみにも当たるように。崖、ここが上がれるかどうか。成功からの撃墜、ここで逃れるとまだですね。まだいきます。空中ギリギリ、横強で超下跳ね返そうとしましたけど横強に完全の信頼を置いてますね固め影響、動くのが分かっている 91%。 展開は先ほどと全く一緒な感じですけど、はい、崖上がり上影響、あ、これ怖いですよ。これはちょっとカウントダウンが始まってる感がある。上影響もう一回、逆にまだ、あ、あ、嫌な予感が、松井のこれはダメだ。おお、耐えた。おお、あるあります。あ、嘘だろ、え、だよね。さあ分からなくなってきた、これ正統派で分からなくなってきた。普通にただの分からない試合ですね。そうですね、ただの分からない試合になってしまった。ニュートラル固め、さあ試合がどちら制する。空対空つかみ、さあ上島、上島ね、あの一応、はい、ゼロサワの投げが戻った瞬間に先頭当たるんですよ。あー、かなりタイミング的に難しい、クソ難しいんですけどこの状況でやるにはかなりリスキーか、はい、ジャストシールドにあったら自分撃墜ってことですもんね。後ろ変えてくる、その曲がりを通す、ダッシュ、わからない。お、超魚、あー、超魚潰しているこの男超魚にグラップで突っ込んでいく男、なんという度胸、心臓がジャングルですね、意味が…ジャングルなんだそうか、そうか、おいしげって絶対君それ温めてたでしょいやいやいや3戦目、チョコこのままリセットしてしまうのか否か。素晴らしい終点連打ですね。投げ、まあただね、我々としても、はい、正直この試合が終わったら終わってしまうので、はい、まあね、もっと長くスマホの試合を見ていたいと。そう、なるほど、そういう期待はあります。 M 選手からしたらたまったもんじゃないですか上行けよ、ジャストシールド最大コンボ
入るか。さあなった長でしょう。美味しいですね。うまい。あれはもうこれが結構一番伸びる限界って感じですか。多分今のはそうですね。これ一枚。あ、お、まあね。お、横ビのミスだ。あ、え、いやな、よかった。ちょっと一回ジャンプ判定見せりましたね。はいはいはい、ジャンプ判定成功していたらワンチャンってとこでしょうか。はい、しゃがんだ後のディレイ掴み。長下当たるぜ。着地の場所に長下、今のだいぶ上手い長下だったんですが、ですね、反応しましたね、ジャンプで。素晴らしい。下が、さあ回避を見てましたね。投げ、あー、あー、なんてことだ。そんなことやる。見せてきました、ついに。これ古来からのネタですよね。古来からのネタです、これは。実際古来からのネタなんですけど、ここで見せてきましたか。100年ぶりに見ました、今の。横強からもう届かない、回避しない。冷静ですね。うまっ。あ、あ、怖い。138番、あまりにも危険すぎる。危険ですよ、これはもう。ダイナマイトチョコ、気をつけた方がいい。空中城を外に出すが、え、え、あ、なんかする。いやいや、あいやでも今のはエム選手うまかったです。まあ、多分崖捕まってたらメテオになった可能性があるので、はいはい、今のちゃんと頭出すことによって横に飛んだので。なるほどね。そう、 42%。 まあとはいえゼロサム真っ白ですね。真っ白ですね。まあただ白、真っ白な方がいい説もありますよ、はい、なるほど。逆にこっち 42% であっちが赤かったらやばい、はい、まあ、そっちの方がやばい。端っこだったらってことですよね、はい、そう、コンボカレベル高い。空中前、ナタジャストシールド掴んでいる。後ろ攻撃届かず。さあお互い NB の差し合い、はい、差し合いはどうする？おっと、体育当たず、上木をしっかり取ってる。ニュートラル攻撃、気抜いたらパーセント、うまい。あ、しゃがみにしっかりクエラ当ててる。すごいですね、しっかりとこの急降下を入れた。はい、よし、クエル淡々と試合が進んでいく。この感じ、あ、また前腸当たりましたが、まあ当たっても問題ないか、はい、からの81。あー、いいる。着地にウェスマを刺していく。これがエイム。ニュートンさんはやらなそうなウェスマでしたね。いやワンチャンやる終点なら。あ、なるほどね。4戦目チョコが勝てばリセット。しかしここで出てくるのが村と町、はい、確かにね。先制を許すってことはそういうことなんですよね。そういうことです、はい、この地獄のステージをエイムは、まあ、しかしさっきの勝者側では勝っています、この場所、はいはいはい。まあ、しかも今の終点戦でも、はい、そもそもそういうコンボ食らわなかったです。そうですね、やはり硬いのは変わりないんですよね、はい。ただチョコが別にそれだけで飯を食ってここまで登ってきたゼロサムではないのが、そうですね、単純に立ち回りが強い。そうですね。ジャストシールドちょっと届かない。対空弱ラシェ、DA、おもぐろの DA でしたね今。そうですね、今日はついてました、はい、回避、あ、大丈夫だめ。あっと今のちょっと怖いが若干危なかった。ウエスマ超ジャンプ読みか、それかクエのミスですね。はいはい、あっと待って、どうした、きつい。ワンチャン確定しているまである。確定はしてないです。なるほどからの針掴み当たらず。さあしかし MC が勝者側のような安定感が徐々に戻りつつあります、はいはいはい、何も通させないような雰囲気が出ている。雰囲気が、はい、雰囲気は出るんですよ空中でしょ。え、飛びすぎ、ソバットキック、あまりにも。なんだ、ジョーンジャンプ読み、チョコにありがちなやつですね。そうですね、ただしっかり耐えました、はい、我慢の男固めている。うまいな体育、我慢して弱位置ガードしてからのこの空中前ですね。あ、これはね、これは仕方ないです、はい、
ちょっと間合いをミスりましたね。44パー五分ですね。五分ですね。上京しっかりガードしきって、あ今のは痛い。下京すくい上げる。ここからさあ弱が通らない。分かってますね弱を。結構もう弱一の時点で反応してること。そう弱一ガードからのなんか、はい、最速反応みたいな。横キャッ回避見てからまだいけるということはまずいパーセントになってしまったな。ここで倒せば、あいやメトになってないから大丈夫だ。いやおお抜けてる。さあこれはなんか当たればやばいよ。やばいです。さあしかしえまさかまあまあジャック外に出して指導技にさえ当たらなければ、はいはい、ちょっと今の食え怖かったですが、さあ MC がここから一発当たらないように気をつけて気をつけて持っていきたい。崖行きたいですね。崖的に必要したいところ飼育的には、はいはいはい、なるほど。一番食らいづらいところですね、はい、あ、グチ今の2択だったぞ。崖上がれるか。さっき投げうまいですね。ハリー嫌がってガードしたところ。このパーセントになるとシーク本当に小技で倒すしかない感じですか、ね、はい。そろそろ横強とかもあるので、はい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 、うまい。気が気じゃない戦いでしたね。シーク側はマジでああいう状態つらいですね。しかし 2-0 から 2-2 に追いつきました。これはこれ初優勝見えてきましたよ。エイムシーク、ね、チョコ上昇のチョコがここで止められるか否か。そして村田町やはりその、それ変な上に持ってかれてないので、はい、勝ってるっていう、そういうことですよ ね、 ですね。封殺してるっていうことですね、はい、しっかり封殺できている。それ以外は通してないのが偉いですね、エイム選手。なので負けるときって、はい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 、はい、それ以外の勝手筋を全て潰してるってことなので、下スマッシュとかそのあたりってことですかね。まあ他に普通に空母食らうとか、はいはい、あっあぶねー。空母つながってそうだったなですね。いいパーセント。チョコはここで単位がなくなる。パーセントはイーブンなので、あっとちょっといいデクエンです。ちゃんと外に照らしている、はいはい。NB ガード本当につかみ冷静。大上なんだ、おっとなんだ今のはクエヌのミスでしょうか。ちょっと不思議でしたね。それがジャンプ読み食う下ですね、はい、ニュートラルからハリーでしっかり狙ってそうですね。やはり上スマは対空ですね、はいはい、さあ強気の投げ、さあもう無理ですね。これはまた真面目な試合展開になりそうな、真面目な試合展開になりそうですね。打撃で、あ、うますぎる。うまい、読んでいた。ここに来てようやく下スマが刺さってきた。今のは大きいですね。まあ先制大きいですね、はい、ただ逆にですよ、はい、あのここで 50% とか、あ、そうでしたね。まずこのね、これは抜けないといけなかった。この状況抜けないといけなかったですね。チョコあと1回ニュートラル及び掴みを通すと大変なことになってしまう。あ、ミスってしまう。いやーもったいなかった今のは。から反対方向まで生きた。崖上がる。あ、ジャンプ上がりは許さない。なんとか通るが、あ、1秒ルール1秒ルールね。さあしっかり、あ、パーセントが高すぎると当たんないですよね2発目。はい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 、はい、はい、からの投げて、あ、これはやばそう。いやー危なかった今のは。空上1段、空上1段目ビーだと思います。はいはいはい、はい、ここまでほかってるとマジお、うまい。さあこうなると逆に、はい、即死が入りにくいので難しいと思うんですよね。これむしろシークのターンまである、ある説はありますね。ある説あるってもうなんだかよくわかんないけどその説はお前が作るんだ空中前コンボ運んでいく。え、大丈夫だよね。大丈夫ですね。さあ速攻で追いついて、これは最後の最後対空横強、
これギリギリの試合が見れそうな感じがしてきました。逃げた、あ、下火が怖かった。出す、あーたー、これ2打目が当たらない、センターすぎる、危ない。からの絶対にベクトル変更ミスりませんね。はい、しかしすっぽ抜けですね。さあちょくちょく上火回り込みは結構優秀なんですよね。はいはいはい、ただシー君にはやっぱああいう感じになっちゃうのに崖、あがりジャンプ読んでいたが当たらず、とはいえチョコもう空中後ろ攻撃、そのあと飛びすぎ、もう激戦が見えている、打撃一つでいい、崖は見せてきたが当たらず、あーたー、激戦だー強気なダッシュエスの決めていったゼロサムデーリーセットです。これ終わらせねえと動くんだろうお前と、なんてこったよこれ。おっとここで、あ、ここで来たコーチングか、なるほどね。さあシキズルサムが、お前、お前もちょっと俺も行ったんじゃん俺もおおおお、この構図、この構図は完璧だ。これ全一同士全二同士のこの相談の試合、間違いなくニエトノはふざけてるだけなのが分かりますね。全2対全1のこのねいやはい、リセットです。これで3本選手勝った方がいいでしょう。日本最強、どちらが取る、どっちかね、どっちですかね、わからない、分かったら苦労しないよ。空中へダッシュ A28 上京、この辺りね絶対見せないのが好き、そうですね、好き。さあコンボ火力高い、さあゼロ様はね結構縦に浮くんですけど、はいはい、あの上強が刺せるんですよコンボ中に、なので上強中下で締めるのが主流ですね、はいはい、一気にそれだけでも、はい、火力がね、投げ、さあ避けてる、グラップからの、はこれ結構パーセント的にはもう安心ですか、シークは、シークは、いやー分からないですね、嘘だろ、いやスマブラなんすよねはい、おかしいじゃん今いやさっきも死んだじゃないですか 62% 70何パーですよ今の、変えてくれ、うまい、確定だがまださあしかしエイムシークのこの非常に強気な攻め素晴らしいですね、ですね、先制されてもなお、はい、つかみガンガン通してくれ、避けてる、さあチョコゼロサムが長距離に当たらなくなってきた、はい、むしろなんで当たったのかが分かんないんですけど、分かんないです、彼といえば反応お化け、そうですね、さあこれはさすがに横じゃ撃墜できない、まあ一応狙ってはいる感じですか、多分狙ってると思うんですけどね、はいはいはい、一応上様センター当てるのが非常に難しいってことですね、そうなんですよね、はい、しかもあれホールドしちゃダメなんですよね、あああ、なるほど、めり込まなきゃダメ、そうそうそう、めり込まなきゃダメなんで、ホールドしたらめり込まないんです、それほぼ無理じゃないですか超まずいんですよ投げ、読み合いにはなっている、なってない、あ、なってないですね、怖いよ、チョコはまだ生きている、さあ攻撃上がり逃さない、やはりシーク使いはここら辺うまいですね、はいはい、絶対に逃さない、しかしこのパーセントは、はい、真面目な試合になりそうな雰囲気があります、安心なパーセント、はい、下京体育からの崖投げている、クマへパーセントリードだからこそできそうな投げでしたね、チョコゼロサムが若干立ち回りに余裕が出てきましたかね、はいはいはい、そんなえジャンプ読んでる変えて来るがはっ、あ、怖いはっ呼吸が MC く焦らなければまだある、あーうますぎるそこまで追ってくるんだ彼は超人族のジャンプ力、ジャンプ高いですからね、そうですね、1本目取ってきましたね、まあ、あんな重い高速具つけてますから
いやー、 AMC かも決して悪いわけではないんですが、やはりチョコといえば読みが強い部分あるじゃないですか、はい、そこが若干出てきてて動きがバレてきてるのかもしれないですね。もしかしたらこなせばこなすほどに動きがバレる、はい、しかもこっちは常になんか即死用に怯えなきゃいけないみたいなまあ精神的なプレッシャーはシークが感じるカードではあるかもしれない、ね、さあそして終点ですね。まあまあまあ強気な投げ上京1段目は当たらず、さあ崖そのばかり弱、さあやはり1振り発生早い、そうですね、クッチョ、いやいやこの一気におノリノリだこの男ここに来てエンジンがかかってきました、ってますね本当に、すごいこの強気な、あっと外変回避を空中前からの針、下スマッシュしっかりジャストシールド、あっうまいですね今の一射業、そうですね、うん、渋いな、ここは追い返していく、うぅすまあっともったいない、上京最大を狙ったんでしょうね、はいはいはい、今の上 B、はい、何を思って打ったのか、いやもう彼しか分かんないですよ当たればまあ撃墜するかもしれないまあまあ確かにねあガードが硬い、投げられてもいい、はいはい、立ち回り NB、 そう NB 出る前に掴んでる、ウエスマさあ小ジャンプ読んでるが AM シーク冷静ですね、ジャンプ、ああそのばかりに空合わせるのはダメですね、あれは良くないんですよねあれだって2フレだったっけな持続あれは本当にやられたらダメなんですよ、あれうますぎるんですよね、そう振ってる基本的に来ると思ってないですからね、そうですね、いやというか、まあ、合わせれんやろって感じなんですよ、そうそうそう、後ろそっちに投げる、え嘘だ、うわなんだかなんかやばいことしようとしてましたね、絶対今なんか悪いことですよね、シルクみたいなことしてた、怖い、さあチョコゼロサメがうますぎるエイムシークここに来てショージャンピオンミューサー決めていく、気持ちで負けない立ち回り、掴んでやるんだぞと、あそこでビビってたら終わりと、そうですね、ビビったら思うツボだと言った、はい、エイム選手素晴らしい、怖い、チョコは何を当てたい、ジャック、もう一回からの一瞬の静寂、つかみはすかしてしっかり反撃、超業ちょっとこれはあれですね、はい、いい感じにパーセント台を抜けつつある、そうですね、変な指導が当たらなければ大丈夫だと思いますが、クエネうまいですね今の、さあ MC クウエスマーキーに乗ってきたか、 94%、 これはジャンプを失って、あまずい、確定だ、さすがにつながりはしなかった、つながらないです、空中白 A ソバットキック、ニュートラル、あー空前、さあリーチですか、いやー本当にね怖いなお互いさあ投げてしっかり変更からの歩くチョコ、チョコゼロさんもこの空対空の空後マジでうまいんですよね、なぜこんなに当てられるのか、怖すぎる、見ている、チョコが見ている、チョコが後ろ向きながら見ている、チョコ何を狙う、狙ってる技1個だけなのにどうしてこんなに球品が怖いのか、しかし、おお1個じゃねえ、2つでした、はい、ジャック出し切り、しかしまだエイムシークも何かよ待っているよな、なんだこれ、さあパーセント完全に五分ですね、はい、このままおお後ろ、あーメイク変化、裏の裏ベック編が打ちにしちゃいましたね、後ろ投げを、はい、そのせいで2択になってしまった、まあ結構頭から抜けてることもあるやつ、いきなり来たので、はい、反応できなかったか、3戦目11、分からねえ、ルーザールーザー
これはもうお互いになんて言うんですか、満身創痍というやつですか満身創痍ですか、はい、だってもうこれ以上ないんですよ。まあないですね。あ、横尾 A 暴発だな。しかし風で若干上に飛ばされた。おっ、下投げなんてよ。ちょっとコンボミスですね、はいはい、上強からのしゃがみ対空。さあ対空 ずっと M 選手が取っていったので空下したんですが、それさえ読んでましたね。ですね。強から投げ、まだ大丈夫だと。あー、これはやってしまう。今の当たり方はゾウズラシの多分無理なやつでしたね。はいはいはい、はい、根元当てと。はい、あとパーセントもですね。ニュートラル外に出していく。横強から差し出し台がある。うまい、いい選択だったんですが、ギリギリ届かず、はい、台もあったので避けづらい場所だったんですが、はい、チョコ選手冷静に下がってました。 27%30%、 ここで倒せるかどうか。破壊されてしまう。パーセントがちょっと高いか、はいはい、これは届く。届きますね。届きますね。なんという優秀な復帰あバンジキュースかと思いました。掴まれたらやばかった、はい、ジャンプで避けて、あ、さあ AM シークも見る。まずいのでは。さようならか。おーパーセントの判断非常に難しいところでしたね。痛く。さあ射強センター完璧ですね。今の横強だと二択にならないんですよ、はい、射強センターだけです。はい、マイカンに、あ、バイバイ。ウェビーすら必要ないこれはちょっとやってしまった感ありますね。さあ直行が逆にリーチ。そう、今のは台上逃げる選択が、逃げてもガード はい、あの解かない。はいはいはい、てか、そうですね、まあ、どこ逃げても結局そうですね、どこ逃げても即死の読み合いにはなってる感じなんですよね、うん、ああいう空へ食らっちゃう、上り空へ食らっちゃうとどこ逃げてもあれなんですけど、地上ガンガードでも結局つかみが怖いし、はい、チョコリッチ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 です。はい、ルーザーズからレイム止められるか。お、スマムラ選びましたよ。終点先ほどから選んでいたんですよ。ですね。この点回帰、この選択がどう出るか。まあ、シーク強いんでね。まあね、結局ね、1戦目にやってるステージだから、はい、暴れ。どちらかというとなんか、はい、スマムラってさっきから、はい、シークよりゼロサムの方が悪さしてるイメージは若干ありますけど、まあ確かに、ね、やはりシークといえばスマムラですよね。空中前、崖がうまい、丁寧ですね、崖がからの無理だと思ったらガンガード、はい、飛び落として怖いぞ。もう一回、おお、上京対空、しっかりと縦軸ずらす。パリ、あ、冷静。これどれ、いや、ちょっと言っちゃダメだななるほどね。横尾京からの2択勝って、あ、今のは最高の撃墜の仕方ですね、シーク、はいはい、パーセント完璧でした。完全な一番いいところで、最もギリギリギリ、ん、今ちょっとゲームバグりましたね。ゲームバグりましたねおかしかったですね、はい、まあたまになるやつと。シークが全身無敵で突っ込んできたまあゼロサムからしたらたまになるやつで終わらせたらちょっとたまったもんじゃないですか投げ当たらず。さあ完全にエイムシークのターンだ。このゲームは破壊されそうにない硬さがあるが、それでもチョコどう食らいついていくか。1ストですよね、要は取るか取られるかみたいな。そうですよね、エイムシークはこのまま1スト取りきれ、1スト取られずに取りきればありますが、からの 71% 一番安全なパーセントからの、おお、下スマー。さあ撃墜わからないぞ、これは。これむしろあるんじゃないですか。来た来たと聞こえてきますね、即死の音が。ちょっと怖いなこれは。即死が歩いてかしらに。しかしまだシークも、はい、その猶予はある、与えすぎていないので、二択がこうあるんですが、はいはい、外に飛ば、内に飛ばしてしまった。か
からのもう少しダメージが入ると。しかし今日のエマこっから強いですよ。本当ですか？はい、家殿さん、こっから強いです。家殿さん、ちょっと危なかったです。危なかった。ああ今のナタもちょっと危ない。危ない。そこを通すのが今日のエイム。投げ二択。あ、二択だ。制していく。フルセット。フルセット、フルセットですよ。はい、この2人だけで今日何戦？ 15 戦？あれ2回当たってんのか。ね、3回、5、これ5戦目でしょ。そうで、さ、前5戦して、もう10戦終わって出て3戦やってるから、じゃあ3、もういいか。4戦だ。とりあえずこの2人だけで10戦以上やってます。14戦目です。はい。最後に出たのは終点。このゲームの終焉は終点で迎えると。やはり終点でしょう、最後は。ですね。まあこれも時の運ですよね。どちらが先に勝ったかで最後に出てくるステージは変わってくると。はい、はい、選んだのはこれチョコですよね、終点を。ですね。はい、いや、まあ村町が戦場プープ拒否の村町負けてるんで拒否で、はいはいはい、このステージ、ね、攻撃しっかりと追い出していくが、ちょっと安かったか。いいパーセント、まだまだ余裕のパーセント。そうですね、お互いまだ5分。ただね、どうしてもこれ最後の試合になってしまうので、はい、何かプレーには現れない丁寧さみたいなものがどこかに出ているのかもしれない。投げ、まだ入る。二段ジャップ、ニュートラル。やばい、これは完璧。ウータイク、今のは途中で単純にあれですか、はい、まあ普通に足りてないですね、はい、ゼロサムのパーセントが。なるほど、抜けるは抜けるってことですね。抜けます。あれは当ててる位置が根元ではないので、途中からだったので抜けますね。そういうことですね。グラップパラライザーは引っかからない。対空クエ、よく空母ダッシュして通り過ぎて、うろうろチョコ、超ョ踏んでる。避けましたね、今しっかり。避けました、最速も。2択、お、あ、2択、なんだ小ジャンプ読み食え。さあ、AM シーク、こういうのちょくちょくあるんですよ。多いですよね、結構着地にしっかり超ョ合わせて。ジャンプが消えた、返ってくる。2択を2択で勝ってない、今の。さあ、エイムシークはリーチだ。ここで封殺できるかどうか。ニュートラル、まだ何も繋がらない。空中へ、あ、あーさあ、というわけで梅村ファイナル優勝はエイムシーク、おめでとうございます。こんなんあり。最後の最後で崖めっよ。まあ最後に緊張の糸が切れてしまったな。まあでも長い間試合してましたからね。そうですよね、仕方ないですよそれは、はい、まあどういう終わり方だったんでしょうね。この健闘した2人にね、コメントの方をいただいていきましょう、はい、どうぞどうぞ。ではまずチョコさんからお願いいたします、はい、コメントどうぞ。チョコから視聴者の方皆様に、これが最後の試合だったわけですから。いやー、いや、もう悔しいしかないですね。まあ SP でも借りを返せる機会はたくさんあると思うんで返したいと思います。お疲れ様でした。素晴らしい。ではね、ここに来て初優勝、最後に初優勝決めましたよ、M 君、一言お願いいたします。いや、まだ実感湧かなくて全然なんて言ったらいいか分かんないですけど、いや、応援してくれた人本当にありがとうございました。お疲れ様でした。はい、
決勝を戦ったお二人にもう一度大きな拍手をお願いいたします。これ電気つきますか、これ電気つきますか、でありがとうございます。電気つくそうです、電気つくそうです。なんと上位3名、3名上位3名および年間 MVP にヨギボー様より贈呈品がございますですよね。ヨギボーさん自らお渡しになるということで、T 選手ですよね、 T 選手、 T 選手、はい、T 選手をお見かけの方は前へ、商品の贈呈の方やってますね、前へお願いします、前へお願いします。で、ヤドクスさんカメラお願いします。はい、3人ちょっと、じゃあ真ん中でその決勝台のところで立ってください。そこのままでその空間でお願いします。すいません、ルカさん椅子をどけることできますか、すいません。いやー、こう長かったね、メブラも最後ですよ。では、まずは T 選手から、あ、 T 選手からいきましょう。では勝利の授与およびちょっとマイクをお渡ししますので、一言いただきながら商品授与をお願いできればと思います。どうぞお願いいたします。ヨギボー様入場です。何それ、真ん中のカメラが横切っちゃって大丈夫です。カメラはこれです。あれなの、はい、はい、ヨギボーミニを3位の T さんへ贈呈します。おめでとうございます。カメラこちらです、カメラこちらです。山田さん、あのスタッフカメラございますので。続いて準優勝のチョコさん、チョコ選手お願いします。ヨギボー様よりヨギボーポッドを贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。ちなみにカメラ後ろにもございます、チョコさんカメラ後ろにも、そちらです。いやー、試合だったね。さあ、最後に優勝されたエイムさん、ヨギボーマックスのマックスの贈呈です。おめでとうございます。後ろにもございます、ありがとうございます。関西門さんの準備の方は良いですか。ちょっと梅村っていうかスマブラ 4U 最後の対決かと思うと、これなんすか、感慨深いというか、最後ですね、なんかちょっとうるうる MVP の発表というのがあるんですよ。僕昨日梅村年間 MVP 投票してくださいというのが梅村アカウントからあったと思うんですけれども、それ投票いただいた結果は今紙でもらったんでね、感慨深いですね、読み上げようと思います。まあ、でも我々シリーズの終わりに立ち会うのはこれ1回目じゃないですか、ね。まあ、確かにそうですね。誰が出るかな、誰が出るかな。これドラムロール私がやるんですか、これドラムロール私がやるんです。
これは MVP の発表ですね。梅村 MVP、 梅村 MVP、 まあ誰なの T さんだ。 Oh my god、 Oh my god、 待て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 、年間だよこれ。あ、年間、はい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 、年間はちょっとわかんないな。梅木さんじゃない？結果を読み上げます。どうだろう、梅村年間 MVP はない、なんとですね、ニエトの選手に決定しております。ありがとう。出てないんだけど俺今日シングル。それ脱いで前へお願いします。今なんで今配信席で誰だろうねとか話してたのに。年間 MVP のニエトロさんにはですね、ヨギボーマックスとヨギボーサポートの2つが、いや僅差だなこれ。てか俺3位なの、ありがとうございます。2つが送られます。俺こんなに入ってると思わなかった。僅差ですけどおめでとうございます。え、ちょ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 、見て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 、え、見た。俺3位あの2個あるんでお二人で両方持ち上げる形で、ヨギボーさんとニエトロさんで、あ、すごいねこれ、2つ持ち上げる感じ。もっと高くお願いします。アバダオがニエトロの駅までは県までは分かる。なんで俺入ってんの、意味わかんない。あ、そうなんだ。皆さん本当にありがとうございます。こんなに応援いただいて、これだけでちょっと嬉しいです。入ってる。さあ、そうですね、ありがとうございます。いや俺も知らなかったし、おめでとうございますニエトロさん。そしてヨギボーさん、ありがとうございます。今までを支えていただいたヨギボーさんに大きな拍手お願いいたします。いや、ニエトロさん本当おめでとうございます。なんか告知あるんでしたっけ。おめでとうございます。なんか告知あるんでしたっけ。おめでとうございました。実況してただけなんですけど。なんかあるそうですね。あるそうですね。何かが、はい、待ちます。というわけで梅村全工程がこちらで終了となるんですが、ちょっと先に急いで片付けに関してご連絡あるスタッフいますか。はい、わかりました。告知を先に行います。はい、なんか嬉しいね。そうですね。ちょっと梅村を待ってる間に、単純に嬉しいですね。どなたか告知をしたい方いらっしゃいますか。これ完全に見ていらっしゃる皆さんの評価で決まってるわけでしょ。お二人会、スマブラお二人会、告知ある方いらっしゃいますか。人とか会場にいる皆さん。そうだよね。なんかこう定量的にさ、あるでしょ。なんていうの、あるの僕知ってるんです。大会で勝ったからとかじゃなくて、新作のイベントとか予定してる人が一番目立ってたなって個人的な感想で。カメラマンありますか。どうぞ。選んでくれてるわけでしょ。まあニエトンさんね、本当に一番目立ってるから、ね、13% で死んだりとか。じゃあ 25%。 そっかそっか、ごめんごめん。あ、ニエトンさんはね、本当目立ってるからね。勝敗に勝敗関係なし。はい、皆さんお疲れ様です。クロブラスタッフのヤドックスと申します。スマブラ SP スペシャルですね。対戦会を、12月22日に、小田急相模原小田佐賀プラザで、行います。ぜひ新作ですね、対戦会ですので、皆様ライトユーザーの方もぜひ遊びに来るという感じで、よかったら来てください。お願いします。お願いします。お願いします。クロブラ皆さん新作行きましょう。ありがとうございます。 SP ね、まあいろんな大会行くべきですよ。ヤドックスさんからクロブラの宣伝でございます。皆さんもクロブラ今回モニター提供いただいてるんで、クロブラの皆さん今回本当にありがとうございます。皆さんも対戦会行きましょう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。クロブラのスタッフの皆さん。じゃあ梅村からの告知あるそうです。でも、ね、じゃじゃん。おシーンをゲームにできますか。おー、歌えニエトので上のバナーをこれ違うくね曲じゃあ梅村 SP 曲は一緒です。新作大会梅村 SP 第1回が12月15日に行われます。大田区産業プラザで定員768名のシングルストーナメントがありますので、フラントもあるんでね、皆さんふるってご参加ください。よろしくお願いします。いや皆さんぜひぜひ参加してってください。この配信チラシの裏みたいな感じで喋るといいですね。こちらがですね、はい、スマブラ SP 東日本リーグの
推薦がある。あ、梅村 SP 第1回で活躍された方を、こちらへ推薦すると、そういう形になっておりますので、皆様気合い入れてご参加ください。よろしくお願いします。傷をえぐっていく優勝者だから仕方ない仕方ない仕方ない。優勝者だね。以上です。本当惜しかったな。以上です。大丈夫ですね。それでは皆さん、お待ちかねの、お待ちかねの梅木さんの、まあまあまあ、これ当然でしょう。カメラの挨拶です。ここまでね、4年間頑張ってきたわけですから、はい、彼が。そうですね。魂を削ってね。なんなら4年間じゃないですか。はい、X の終わり際からなんで、まあまあね。そうだね。5年半ぐらいだね。はい。ありがとうございます。MVP サイン。ありがとう、ありがとう。ありがとう。ちょっとすいません、なんか結構こういろいろ思い出したら、まあ、さっきもちょっと泣いちゃったんですけど本当に終わったんだなっていうのもあって、まあ、いや本当に、ちょっと江戸さん、こういう状況、頭が真っ白なんですけど、4文字熟語で何ていうか知ってますか。四面楚歌。いや、まずは、皆さん、本当に、Wii U やって4年間ですね。まあ4年間で、梅村が、まあ X からありましたけど、梅村 X からありましたけど、まあ、Wii U になって一気に、まあ、スポンサーとかついて、まあ都会議とか選ばれたりとかして、まあ、すごい一気に盛り上がって、まあ、ここまで来れたのは本当に、皆さんのおかげで、皆さんのおかげです、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、私自身も、まあ、そこそこ強くなって、で規模も大会の規模も大きくなって、本当に、なんて言えばいいんだな、うん、なんだろうありがとう、まあ、これからも、こう Wii U ついてきてくださった、皆さん、SP もぜひ、ついてきてくださればと思いますので、よろしくお願い、ありがとう、これからも、梅村 SP、まあ、梅村を、よろしくお願いします。私をよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでそしたらそしたらもうあれですかね、解散の、はい、これで本当に、大乱闘スマッシュブラザーズ 4 3DS Wii U、終わりになりますので、皆さん本当にありがとうございました。で、これで、皆さん帰られると思うんですけども、ちょっと、まあ、今日会場が広いということで、まあ、ちょっとゴミとかもすごい多いのでね、でこのゴミが、たくさん残っていると追加でお金が結構かかってしまうんですよ。やっぱ会場が結構大きいので、まあ、その他の会場に比べて同じゴミの量が残ってたとしても、まあ、かかる値段が何倍もになったりとかあるので、まあ、ゴミのちょっとお手伝いとか、モニターの片付けとか、椅子の片付けとかちょっと手伝ってくれると、ありがたいです。では、皆さんまた、次回作で会いましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。入りましたね、マイク。ちなみに答えは、はい、感慨無量です。感無量まあまあそうですね、確かにそうね、はい、いや俺ね、頭の中にパッと思いついた四文字熟語をとりあえず言ったのよ。まあまあまあ最低なあれってなっちゃったもう誰もおめきさんの味方じゃないみたいな感じになっちゃったけどはい、とりあえず皆さん、はい、これにてスマブラ 4EU のね、終了ですね。最後の大会終了となります。本当にね、今まで我々、はい、スマブラ X のもう梅木さんがね、会話に出る前からずっとやってたんですけど、はい、梅木さんと初めて会ったのが5年半6年前くらいかな、はい、でそこから彼大会開き始めて、はい、X が終わり、スマブラ 3DS からねずっと付き合ってまいりましたで、はい、そのね、梅村が一番大きくなったこのタイミング、 4BU もねここで終了と一区切りねつきます。
思うところはたくさんありますけど、はい、まあそれをわざわざ語っているような時間もそうですねないのでそれはね、各個人に今後 SP のオフ会場であったら聞いてみてくださいということでね、はい、だから全どんどんね、はい、オフに SP ね、ね、来ようぜ。ぜひぜひ梅ブラ今後もね新作でバンバンやっていくんで、そう梅ブラ 4-3-days-4-you 終わっただけで、はい、来週再来週からですよ、やりますよ、はい、梅ブラあ何梅ブラ SP じゃない梅ブラ SP って言ったらなんかおかしいけど、分かんない、はい、梅ブラ続スマブラ SP 版、はい、続きますので、ぜひこの配信見て面白いなって思った方はグッドボタンをじゃなくて来てください、大会の方に来ていただければと思います。というわけで日本最強はレイムシークでした。皆さん配信の方ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。お疲れ様。お疲れ。